さんこんにちは、丸谷彩乃です。ポケットモンスタースカーレットを続き遊んでいこうと思います。本日はいよいよ学校最強大会が開催されるということなので、早速ねエントランスに向かいたいと思います。だね彩乃、学校だって学校最強大会に出場するにはエントリー申請必要。学校最強大会のルールは、生徒や先生どなたでも参加できる勝ち残りランダムマッチです。運営が行うくじ引きで試合のカードが決まりますので、バトルコードで向かい合うまで誰が対戦相手なのか分かりません。勝った人は引き続き次の試合に臨めますが、一度でも負けると敗退し、以降の試合には出場できません。つまり勝負を続けて最後まで勝ち残ったただ一人こそが学校最強トレーナーとなるのです。どうもありがとうございます。クラベル先生と話し合って大会のルールを決めたんだ。今エントリーしている人数的には多分4回ぐらい勝てば優勝かな。先生たちも強者揃いだから頑張って。頑張るよ、ネモちゃんも本当は参加したいだろうに。私以外に負けちゃダメだからね。かわいい。準備ができましたらお声かけください。はい、わかりました。学校最強大会にエントリーなさいますか？はい、よろしくお願いします。エントリーが完了しました。それでは会場へ移動してください。ゲンガーがめっちゃうんうんってうなずいてくれてる。かわいい。さあ、開会式から始まるんだね。しかも学校の外なんだ。皆さん集まりましたね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、オレンジアカデミーより新たにチャンピオンランクの生徒が誕生しました。私です。彩乃さんです。マジすごすぎ。いいぞいいぞよ、チャンピオン。在学中の偉業達成、非常に喜ばしいことです。本大会は生徒会長のネモさんがご友人である新しいチャンピオンを祝福するために企画してくださいました。本日は新チャンピオンの強さを皆さんに知っていただくとともに、普段その実力を表に出してない生徒さんや強者ぞろいの先生方にもご注目いただければと思います。それでは学校最強大会待ってなんで寝るけのポーズしてるの。バトルスクールウォーズの開始です。それ使いたかっただけでしょ、バトルウォーズまさか寝るけのポーズあれで出てくると思わなかったよ。それでは第1回戦注目のカードは、チャンピオンアイノン対ペッパーくんやん。ペッパーくんと戦うの。カトガキの差が笑っちゃうレベルちゃんだな。アイノン、俺がエントリーしててびっくりしただろう。びっくりした。そのリアクションが見たかったぜ。俺エリアゼロで自分の力不足を思い知ってさ、ホワイティフたちと隠れて特訓したの。そうなの。なんか会った時はまたお前と肩ら並べて戦いたい。だから今日はまぐれでも勝つ。ピリッと味変新生ペパー、ご興味あれだぜ。対戦よろしくね、ペパーくん。ペパーくん本当にいい子なんだよな。対戦よろしくね。いつも思うけどさ、リュックサック重たくない？めちゃめちゃ大きいけど。すごい、 BGM もいつもとちょっと違う。お前とは対等でいたいから欲張りに行くぜ。よろしくね。よっしゃ、じゃあね、最初は毒ビシから行きますよ。はい、毒ビシが巻かれました。で、毒ビシを巻いてから向こうで進攻撃してくるけど、自分も自信を使いたい。急所に当たったはしんどいからやめてください。じゃあね、私も自信を使いたいところではあるけど、使えるかな。ゴマの自信攻撃いけー、ナイスお互い自信攻撃ばっかするじゃん。やめてよ、私ちょっとめちゃめちゃ急所に当たってるし瀕死になりそうですよ。ここは行こうか、ヘドロウェーブいけー、ナイスナイス、いいよ。ちょっとここで欲張りすに自信攻撃されて瀕死にはなってしまうけれども、よっしゃ行こう、ガチグマよろしく。瓦割りチョップ、ナイス、効果抜群。急所にしかも当たる。クバリスありがとね。よし、ペパーくんは陸クラゲを出してくる。よし、毒ビシいいな。よっしゃ、いけ、ムーフォース、いいよいいよ、じわじわと。しかも特攻下げていく。キノコ胞子、それは何、眠るは寝ちゃったね。ガチグマさん、朝だよ、起きてください。おはようの時間です。パワーウィップ、痛い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 、それ効果抜群すぎる。キノコ胞子いいって、そんなに何回もしなくていいんですよ。でもきっとね、毒のダメージで瀕死になってくれると信じてるよ。よし、オッケー、毒ダメージ強い。リククラゲありがとう。さて、次はスコビランを出してくる。毒になる。よし、じゃあ回復の薬で状態異常と HP 回復したい。
すごい、なんかガチグマがさでかすぎてスコビランがめっちゃちっちゃく見える。スコビランもそまあまあでかいはずなのにね、やばい。スコビラン次々と出してくる。効果抜群だしやられちゃうし。ガチグマー、よっしゃポンちゃんよろしく。下コンボいけ、当てろ、ナイス、いいよ一撃。スコビラン結構苦戦するからな、一撃で倒してもらえたのめちゃめちゃ助かる。巨人をそのままにしよっか。あ、でも巨人王って岩タイプだから炎タイプ的には相性良くなかった気がするな。バカ力でいけるかな。ポンちゃんバカ力いけ、ナイス、効果抜群一発だ。危機回避。巨人王の方が先に攻撃してきたらちょっとポンちゃんもしんどかったもんね。よかったよかった、よっしゃ行け、ラブネーよろしく。水対水だからあんまり効かないと思うけど、パルセンね、よし、でもパルセンも毒になってくれる。ラムネのバカ力いけー、いいよ半分削る。攻撃力と防御力は下がっちゃうけどいけるよ。スララバリ全然平気、何回か当ててきたとしても全然平気ですから、余裕のよっちゃんですよ。何回当ててくるの、めっちゃ当ててくるやん。効果今一つだけど、よっしゃいけ、バカ力、うわギリギリ残ってる。いやでもあれぐらいのギリだったら毒のダメージで瀕死になってくれるはず。つららばりまた来た、じわじわとじわじわと削ってくるんでしょ、知ってるよ。何回当たるんですか、また来るの。効果今一つ、5回当たった、どうですか、オッケー、いいよ毒ダメージで倒れる。俺の本気残さず食らいやがれ。最後はマフィティフですね、マフィティフ元気になって本当によかった。うん元気、ごめんね毒になっちゃうけど。毒になってしまって本当に申し訳ないけれども、よろしくお願いします。これでもさ私やらん方がいいよな、テラスタル4回連続戦うと考えたらバカ力しとくか。バトルスクールウォーズで一番光っとこうぜマフィティフ。学校最強大会じゃないの、結局バトルスクールウォーズなの。ペパーくんよろしくね、似合ってるマフィティフ。うーわん、炎の牙全然大丈夫、あびっくりした、炎の牙、しかも雷の牙だったらやばかった、ひるんで技が出せない、大丈夫です。でもねさんいけるよ、じゃれつくしてくる、ありがとう、じゃれつくかわいいね。そしてバカ力効果は抜群、微妙にあまり減らなかったけども、痛い、じゃれつくやめてくれ。でもこっちもじゃれつくするもんね、え全然減らないじゃんじゃれつく。そっか攻撃力が下がってるからか、バカ力で。これは結構きついか、マヒティフでも毒のダメージじわじわと減らしているけれども、ラムネさんがちょっとしんどそうなので一旦満タンの薬で回復させて、鍛えた顎で噛みまくり、あいつの勝利を砕いちまえ。そっか、アクテラスタルしてるからよりね通常よりも攻撃力が高まってるということですね、しかも防御力も下がってく、いいよ毒でじわじわと削っておりますよ。さあ最後いきましょうか、炎の牙大丈夫、効果今一つ、じゃれつくで最後撃破、効果抜群です。マフィティフありがとうね、またね、よしよし、これでペパーくんとの勝負に勝ちました、強くてかっけー、自慢の立ちだぜ。第1回戦勝者はチャンピオンアヤノン、わーわー息子やるじゃん、初戦からすごい戦い息子やるじゃん。チャンピオンの力って強え、悔しいけど誇らしいぜ、俺もジムとか回ってみるかな、俺の分まで2回戦も頑張れよ。いいじゃんペパーくん、ジムチャレンジすればいいと思うよ。続いて第2回戦、気になる組み合わせはチャンピオンアヤノン VS ジニア先生と戦うの次、どうもどうもアヤノンさん、いや宝探し中にチャンピオンになっちゃうなんて本当にすごいですね、チャンピオンランクが2人もいるクラスの担任、ちょっとばかしプレッシャーがありますが生徒に負けないように先生も頑張らないとな。さて準備はいいですか、行けるところまで行けたらいいな、行けるところまで行けたらいいなぐらいのさ気持ちの方が良くない、いや顔つき変わるじゃんジュニア先生。
ウィーンに出してくるんだ。よっしゃ、5枚いこう。これってさ、ポケモン体力どうなってるの？自分らしくのびのびと力を発揮してくださいね。のびのび発揮するけど、あ、回復してくれてる感じ？これどういう感じ？あ、もうまっさらの状態で戦えるのね。オッケーオッケー。じゃあまずはドクビッシュを巻いて、フレアドライブは自分も反動ダメージを受ける。で、こっちはドクビッシュをまず巻いて、いいよいいよ。で、それからヘドロで回復しつつ、地震攻撃、向こうのがスピードが速い。フレアドライブめっちゃ連続してくる。うわ、しかも火傷になった、やばい。反応ダメージを受けつつ、こっちの地震攻撃できっと瀕死になってくれるはず。瀕死にならないなんていうこった。こっちは火傷のダメージを受けてる。で、向こうがフレアドライブを多分先制攻撃してくると考えて、回復の薬でゴマを回復させる状態以上と体力を回復させてフレアドライブに備える。多分あのまま行ったらフレアドライブ先制攻撃されて瀕死になっちゃうから、だよね。フレアドライブ絶対してくると思ったからこれでいいと思うんだよね。またやけどになったでも向こうだよね、反動ダメージがありますから、どん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 と体力を減っていますよ。さあ、フレアドライブ連続でしてくるんでしょう。でも大丈夫、もう波乗りでね。あ、しかも反動ダメージで瀕死になっとくない？瀕死になったじゃん、ウィンディー。反動ダメージでこっち攻撃何もできずまま終わってしまったよ。次はバンマドロをクリガラした。地面タイプだった気がする。よし、毒ダメージが当たる。波乗りでいけるかな。ゴマにもう一回回復の薬を使って完全に回復させておくと、地震攻撃をしてくる。効果は抜群、そして半分も減ってしまう。回復させて言ってよかったと言っていいんだろうか、ちょっと怪しいけども。バンバドロの方が攻撃早いかな。こっち波乗りいけると思う？いや、やっぱり向こうの方が早いよな、そんな気がさ。1ゴマ、悲しませないようにと持ちこたえてくれた。なんていい子なんだ。ゴマありがとうね、持ちこたえてくれて。なんていい子なんだ。よっしゃ、ラムネ行くよ。冷凍ビーム、いけー、ナイス、効果抜群。バンバドロも倒れました。草タイプだったような気もするし、なんか違ったような気もするし、ちょっと今ド忘れしちゃった。ラランティス、ラランティスって何？あ、だよね、ラランティス虫だ。そうそうそう、草じゃなかったわ。タイプ相性的には全然いい。いいよいいよ、ポンちゃん行こう。チタコンボや、チタコンボ、いけー、チタコンボ、ナイス、効果抜群。ヤドランを繰り出す。ヤドラン出てきた、毒になる。ヤドランあんなに大きかったっけ？でも個体差があるけどね、個体差はあるけど、あんなに大きかったか。ちょっとじゃれつくで、なんとか光の壁を出して特殊に強くなった。でもじゃれつくは物理だから全然平気だよね。いけ、じゃれつく、ナイス、いいよいいよ。急所に当ててくれた、ナイスすぎる。火炎放射は全然余裕です。ヤドラン火炎放射なんて覚えるんだ。いいよ、毒ダメージで瀕死じゃない、イエーイ。ヤドランも撃破できました。次はマルノーム、でかっ。マルノームもこんなでかかったっけマルノームってこんなでかかった。冷凍ビーム、氷、氷はしなかったか。あ、でも向こうも冷凍パンチしてきた。効果は今一つですよ。ポケモン変えよう。よっしゃ、いけー、ガチグマよろしく。マルノームでかーと思ったけどガチグマが出てきたら全然なんかちっちゃく感じちゃう。こんなに体格差あるの。いけ、大地の力、やったね。効果抜群、マルノームは倒れました。え、リキキリン出してくるけどさ、何照らしてるか全然想像ができない。一旦このまま行こうか。わー、強いですね。育て方にコツがあるのかな。ワクワクしてる。待って、リキキリンはいいよ。リキキリンはエスパータイプなのはわかるけど、何のテラスタルをしてくるかによるんだよな。エスパータイプのテラスタルなのかな。え、何するんだろう。ちょっとブラッドムーン出しとくか。わからんし。エネルギーを注ぎます、注ぎます、なんだ注ぎ込みます。え、何テラスタルするんだろう。ジュニア先生、優しそうなお顔をしている。リキキリンの何？あ、エスパーテラスタル、
してくるんですね。なるほど。ブラッドムーンを出してみたけどどうでしょう。おお、微妙に残ったけどいいよ。エナジーボールはきつい。効果抜群だけどいけるかな。こっちの方が先制攻撃ができるんだったら嬉しいけど、いいよ。ムーンフォースナイス、リキキリン撃破。よし、ジュニア先生との勝負にも勝ちました。やったね、ガチグマ。びっくりしてるよくできました。嬉しい、よくできましたって言われるの嬉しい。第2回戦勝者はチャンピオン、アヤノン。参った参った、アヤノンさん強いですね。自信に満ち溢れてて僕より先生向いてますよ。ジュニア先生、あれ、校長先生怒ってる？ちょっと怒られてきます。次も頑張ってくださいね。え、怒られるの？なんでどういうこと？勝負に負けたからっていうこと？え、何、どういうこと？なんであれ怒られてたの？あ、木花先生と戦うの？オース転入生、学校最強バトルスクールウォーズ最強を決める戦い、腕が鳴るな。ここは私の強みを最大限に活かせれば、このような大会が開かれるきっかけとなった転入生に感謝だ。転入生、いや、チャンピオンアヤノン、教師として生徒を導いていきたい。反面バトル教師として負けるわけにはいかない。悪いが本気出してもらうよ。え、待って、木原先生はさ、何出してくるのか全然わからん。そう、なぜならば授業を受けてないから授業は 何もしてないんだよね、まだ。何出してくるかもわからない。隊列を出してくるのね。まあ、戦い方はそんなに変わらないつもりでいるけど、正々堂々の勝負だ。健闘を祈る、よろしくお願いします。新年の続きを最初にしてくる。効果は抜群だけどそんなに減っていない。最初初手は毒ビジを巻く。新年の続きをもう一回されるけど効果抜群だけどそこまで効いてない。ひるんだ、マジか、マジか、ひるむのか。そうか、ひるんでしまったか。いや、でも大丈夫、そんなにそこまで効いてないから。新年の続きされてひるみがずっと続くとちょっときついけど、ひるむのですね。そうか、新年の続き結構やだな。ひるませるちゃうとちょっと混合がきついな。ねえ、なんでそっちばっかり先生攻撃してくるの。やった、ナイス。地震攻撃どうですか。いいよ、半分減らしてる。新年の続き当ててくるからひるまなければもう一回攻撃できるけど、ナイス、ひるまない。地震攻撃で隊列を撃破することができました。よし、オッケー。黒い子だよね。よしよし、いいよいいよ。多分炎タイプ的なやつのケンタロスだったような気がする。確かなんかタイプが水と炎とあったような気がするけど、どうだろう。ハイドロポンプ打ってみる。地震攻撃はやめてください。あんまり減らなかった。ハイドロポンプどうでしょう。ナイス、効果抜群。お、チャーレムじゃん。ジムテストの時に横にいた子だね、チャーレム。雷パンチはやばい効果抜群すぎる、それは。じゃれつく、いいよ。減らしてる減らしてる。冷凍パンチはあんまり効きませんよ。じゃれつく、ナイス、チャーレム撃破。あ、次は水のケンタロスだ。そうそう、あのなんかなんだろう、この 毛並みのところの色で確かね違ってたような気がするんだよね。いいファイト、痛い。効果今一つ、ケンタロスの防御が下がる、特防も下がる。バカ力いけー。あんまり減らない。こっちも攻撃力と防御力が下がってしまう。いいファイト、痛い。効果今一つだけどオレンジゲージになっちゃった。でも防御力が向こう下がってくれてるから、特防も。攻撃力はこっちも下がってるけどいけるはず。いいよいいよ、減らしてる減らしてる。で向こうは毒ダメージもあるからじわじわと減らすことはできるはず。いいファイト当たるけど大丈夫。じゃれつく当たるかな、どうだろう。じゃれつく当たってくれるといいな。当たらないよね、当たらないけど毒ダメージ瀕死になってくれる。よしよしよし、いいよいいよ。ナイス、毒ダメージでケンタロスも倒れました。お、次はルチャブルが出てきた。ルチャブルは冷凍ビームでどうでしょうか。アイアヘッド、痛い。やばいラムネの体力がやばそうです。冷凍ビームで一発、ナイス。急所に当ててくれたラムネさん最高か。やるな転入生、がぜん闘志が湧いてきたぞ。よろしくお願いします。張り手山、張り手山の何テラスタルしてくるんだろう。
昨日の自分を超えていけ、明日に向かって、あーす、いい言葉や。テラスタルする、テラスタルする時のさ、あのボールめっちゃ振動してるよね。結構振動してそう。すごい、頭から拳が生えている。ハリティアマーストーンエッジ、痛い、やばい、効果抜群です。それは向こうは毒ダメージで減るけれども、じゃれつく、もう一回いけそうかな。ナイス、当たってくれるし、しかも効果抜群で必死にもしてくれる、ナイスすぎる。研ぎ澄まされたオスを感じたぞ。第3回戦勝者はチャンピオンエノン。悔しい完敗だ。だが得るものは大きかった。圧倒的成長だ。意外かもしれんが、大人も日々学んでいるんだよ。でないと子供に勉強しろと偉そうに言えないだろう。再生ありがとう。優勝を目指して。アスアスアス。残すところあと1試合となりました。学校最強の名を奪い合う最後のトレーナーはこの方々。チャンピオンアイノンバーサス。おっと、本大会の特別ゲスト、チャンピオンおもなか。ごきげんよう、チャンピオンへの。決勝であなたとお会いできると思っておりました。厳選された力と力、それらがぶつかり合い、人々を熱狂させ魅了する。私が想像する理想の世界に非常に近い状態です。ポケモンリーグ委員長としても、アカデミー理事長としても、非常に満足しております。この場で私たちが高め合えば、さらにシナジーを生み出せる。さあ、チャンピオン、人々をさらなるステージに導くため、トップチャンピオンの力振る舞いましょう。対戦よろしくお願いします。この間戦ったばっかりな感じするけど、再びよろしくお願いします。クイーンスパトラーを出してくる。よっしゃ、ゴマよろしく。ユミナ古城、なんだそれは。初めて見た気がする。いや、出したことある気がするな。いや、いいんです、ゴマちゃんは一旦ちょっと毒菱をね、まず巻いといていただきたいので、毒菱を巻いてもらって、クエスパトラのかん、あの感じだと先制攻撃してくるんだろうなーっていう気が若干するよ。でも一応攻撃してみよう。いけいけいけ、大丈夫大丈夫。うおー、1残った。また悲しませないようにと持ちこたえてくれたのですね、優しいので。ゴマを交代させてベリーを出します。よろしくベリー。オッケー、これは効果今一つになりまして、はいより一撃したい。はいより一撃、はいより一撃、当たる、当たらない、それはあんまり効きませんよ。効果今一つです。特防がでもどんどん下がってきてるのか、それもそれで嫌だな。いいよ、はいより一撃、当たる、ナイス、効果抜群。クエスパトラは撃破。お、ネモちゃん応援してくれてるじゃん。全然気がつかなかったけど、あ、次何出すって出てたか全然見てなかった。クレベース、クレベースは毒になる氷タイプでしょ。デカハンマー行こう。デカハンマー、いけ、ナイス、地震攻撃、痛いです、痛いです、効果抜群です。それもいや、向こうは毒でどんどん減っております。ラスターカノン行こう、ラスターカノン、ラスターカノン、ナイス、クレベース撃破。よっしゃ、ラムネよろしく。ヒガルーサーでも水ポケモンなんですね。草タイプのポケモン何にも持ってきてないから。電気タイプもないし、今水タイプは意外とちょっときつかったりするけれども、じゃれつくでなんとかご利用そう。なんかさ、今更だけどさ、チューチュートレインしてるさ、観覧車が一人だけいるんだけど。一人チューチュートレインしてる。てんてんてんてててんてんって。なんであれさ、隣の子はさ、めっちゃバンザイしてた、ピョンピョンってしてるのにさ、一人でさ、腕組みながらさ、うーんってしながらぐる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 回ってる。めっちゃ気になるんだけど。じゃれつくん、ナイス、いいよいいよ。よっしゃ、いけ、ポンちゃんよろしく。雲行きが怪しくなってきましたよ。空が暗くなってまいりました。さあ、敵はゴーゴーと出してくる。よっしゃ、ポンちゃん、ちさコンボ、いけ、よし、効果抜群一発。雲行きが怪しくなってきたっていうより夕方になってきたのね。よしよし、いいよいいよ、ポンちゃんのスターコンボ、いけ、ナイス、効果抜群。ポンちゃん大活躍やな。ラストにふさわしい最高の勝負を飾りましょう。パルデアの未来のように光あれ、キラフロル。
ヒラフロールがね、おそらく毒のテラスタルをしてくると踏んでる。違うかな。テラスタル、何テラスタルそれ。ねえ、岩テラスタルか。毒タイプじゃなくなったな。じゃあもともとでも毒タイプじゃないのか。痛い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 。でも向こうがあれになったおかげでこっちもちょっと攻撃が当てやすくなったよ。どうして効果抜群だよ。ナイス。毒化粧をしたとしてももう勝負はつきましたから。対戦ありがとうございました。パルディアの未来は実に明るい。 なんと学校最強大会優勝者は、すなわち学校最強のポケモントレーナーはチャンピオンアヤノンだ。うおー、やったね。アヤノン、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 アヤノンコールがされている。皆さんお疲れ様でした。どの試合もトレーナーとポケモンの絆が光る目の離せない勝負ばかり。伝統から学び強く大きく育つ。これ一番最初にさ、あれじゃん、宝探し行くときに言っとったじゃん。オレンジアカデミーの校訓が体現された素晴らしい大会でした。校長の話は長くなりがちなので、ひとまずこの辺にしておきましょう。特別ゲストの理事長、もなかさん、一言お願いします。トレーナーたちの切磋琢磨、お集まりいただいた方々の鼓舞激励、すべてがこの学校、ひいてはパルデア地方を盛り上げる最高のエッセンスだと感じました。チャンピオンアイノンは最終テストよりお強かった。その立場に甘んじることなく、己を磨いているのです。さらに強くなりたいという彼、彼女たちの熱い躍動が、パルディアの皆様にも伝道し、一人、また一人と、未来のチャンピオンが芽吹くことを、私、心よりお待ちしております。天高さん、ありがとうございました。これにて本大会は終了です。の、つもりだったのですが、生徒と先生の交流にもなり、地域の活性化にもつながりそうですよって。バトルスクール王座はこれからも定期的に続けさせていただきます。え、そうなんだ。今回だけじゃないんだ。次は私も参加しようかな。やったー。次回はネモさんも出場してくださいね。これに第1回バトルスクールゴーズは終了です。次回もお楽しみに。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。第2回第3回とあるってこと。あやの優勝おめでとう。なんか途中からみんなバトルスクールゴーズって言っててゾワついちゃったよ。あ、これ優勝商品何。スポーツキャップリーグ。最後大騒ぎだったからクラベル先生私そびれちゃったって。学校最強の座はひとまずアヤノンに預けておくよ。次回も私も参加するからうかうかしてらんないよ。大会に参加するときはスタッフさんにエントリーしてね。なるほど、これからあそこに喋りかければいいのか。アヤノンがパルデアに来てくれてライバルになってくれて毎日が本当に楽しいの。出会ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。なんだか照れるね。これからもいっぱい勝負しよう。ロト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 、次はなんだ。どうも、アヤノンさん、ジニアです。学校最強大会優勝おめでとうございますね。教え子が学校最強だと僕も鼻が高いな。ジニア先生。あ、クラベル先生、今から本題話しますから。実を言うと最近強力なテラレイドがあちこちで確認されてましてね。アカデミー生徒のポケモンが怪我をした報告が相次いでるんです。それは大変だ。先生たちも手分けして調査をしているんですが手が足りなくて。そこで学校最強のアヤノンさんにお手伝いしてもらえるととっても助かるんですが、任せてください。た、ありがとうございます。調査データは自動的に図鑑アプリでキャッチアップしておりますので、アヤノンさんとにかく強めのテラレイドバトルでたくさん戦ってください。学校最強でも無理は禁物ですよ。大切な生徒が怪我でもしたら悲しいので、それでは頼みましたよ。それでは今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の更新もお楽しみに。